別にやっコール間違えたりもやりきればみんなが逆にそれ周りが逆に乗ってくるかもよそれに <laughs> いや結構同じ現場だよマジそうなんだ私あんまり自分でも,もメンバーと自分みたいな関係しかはなかったからあんまり他のファンの人とか見てなかったけど、まあ、メンバーになってから見るんだけど自分がファンの時はあんまり見てなかったからわかんないけど結構知り合いとかなんのかな フォローしましたありがとうフォローしてください。いんかツイッターのなんかねフォロワーで知り合うとかもなんか全然なかったからよくわかんないけどやっぱ知り合いとかいたら恥ずかしいのかなでいいじゃんコール間違えるぐらいねコール間違えるぐらいいいや <laughs> だから私はそういうのがあるからあんまり友達とか家族とかと一緒になんか現場とか行きたくないかもでもやっぱ遠かったから普通に親に送ってもらって行ってたでも初現場は一人がいい説あるよねそういう間違いとかあったらちょっと恥ずかしかったりしたらそうみんな通る道だからね コメントは間違う、いいよ、別に福田の配信で間違いなんて、ていろいろ。あれ、カウントの練習とかしちゃっていいよ。しかも、ファイバー、ダイバー、サイバーみたいなやつは、大体語尾がバーって言っとけば合うから、全部バー、サイバーって言っとけばいいの、ね、よ。今、バーみたいな感じで言っとけば、合うから、大丈夫だよ。メンバー、あの人、今ダイバーの、にサイバーって言ったとか思わないから。大丈夫、大丈夫。 渾身のコメントが欲しいだる、なるよね。それはもうしょうがないね。そうそう。今、今、じゃあじゃあって言っとけばいいの、ね、よ。<laughs> ポケモンみたい。それな、全部ファイバーでいけるいける。 状況はいいにこ嘘私最近川飛び状況をめっちゃマスターした気がするペダルペダルの時にずっと言ってるあとアンコールアンコールはメンバーちゃんと聞いてるから。 アンコール、アンコールサボる派 <laughs> めっちゃわかるけど <laughs>。で、アンコールの時は急にもうこんな感じになる派のだ人もいると思うけど、アンコールもアンコールやってる人多分めっちゃ大変だろうから、助けてあげて <laughs>。そう。まあ、喉が痛めない程度に。メンバーがアンコールめっちゃ喜んでるから、かかったーみたいな <laughs>。で、声カスカスだったりしたら、頑張れとか言ってるから、後ろで <laughs>。 途中で力尽きる <laughs> わかるけど <laughs> 頑張って早く着替えるからっててあ好きに楽しんでくださいアンコールは STU48 がいい。 アンコールね、STU48 だったけどね、昔は。なんか最近アンコールだよね。アンコール用のボイトでした。マジそれ私も通いたいんだけど、面白い。えー、でも、まあ、STU48 でもアンコールでもいいと思うけど、それはアンコール発動者の人に委ねられるな。アンコール早いな、早いなと思う。 アンコール一回めっちゃ早い時があって陸上公演の時に。かわいいでしょガジガジのパーカー。え、アンコール、めっちゃ早い時があって、その時に、なんか、曲終わって、もう10秒くぐらいに、よっしゃ、アンコール行くぞーって聞こえたんですよ。そしたら、その、よっしゃ、アンコール行くぞーって言ったその、すぐ後に、ちょっと待ってやれよっていうのがなんかあって、面白かった。 <laughs> うん本当にアンコールこの前の陸上公演はペダルとシリンできた道とのあとがアンコールだったんですよ今や,今やってないから陸上公演「ゥゥゥゥゥありがとうございましたありがとうございましたバイバーイよっしゃアンコール行くぞちょっと待ってやれよが <laughs> メンバーまだはけもうまだ後ろ同線通ってるぐらいの時に言ったから全部聞こえててめっちゃ笑ったってもいいので <laughs> 私 <laughs> ちょっと面白かった <laughs> そう,なんかそういうそういうツッコミとかが今まで ST の現場であんまり入,入るの見たことなかったからさ「うわ s t 場でもこういうのあるんだ」とか思った <laughs>。そう「ゲバント」は結構アンコールのなんかや楽屋でも楽屋っていうかメンバーが控えてるとかでもいろいろ聞こえるから面白かったな。 面白かったま,まあまあまあ会場にいるみんなが円満に終われる感じだったら何でもいいかなって思いますいや面白かったえー、3分待ってからだったの でもさ、私さ、アンコールって言いながらさ、ちょっと照明落ちて、おぉみたいなんじゃん。始まるとき。もう、めっちゃアンコール長いとき、アンコールってもう、アンコールって言いながら、多分次、あ、違った。多分次来る、くる来るぞ。あ、違った。アンコール、アンコール。多分違った。い、うわぁって、っていうの結構や、なら,な,らない今来ると思ったんだけど、ちょっと来なかったみたいな、ない ならない私だけ今、誰の気持ちファン側の気持ち。ファン側の気持ち。おぉなんか、なんかな、なりそうな。ね、なんでわかるじゃんなるよねなるよね多分、早くメンバーに出てきてほしいっていう気持ちが先行して、なんか、そろそろ来るはず、あ、来ないみたいな。 内心早くしてくれないかなと思う、めっちゃわかる、めっちゃわかる、うん、頑張ってるんだよ <laughs>。うん、面白いね。そう。面白い。 スティーはい,いグループですそれなまあまあ円満にいきましょう争いをせずに何でもいや楽しいよね本当公演明日も頑張ろう船の生誕っていつ,るんいつやるんだろうやケーキイエーイみたいなやつ楽しみ小一今日は実は戦闘機デビューしちゃいましたえ早っ マジ、私まだ上着着てるんだけど、裏着もまだ着てるんだけど。マジか、すごい。MH4、お疲れ様。平成あと7日、早い。平成のうちに福田大な会えたことに、金さん、いつでもどこでも応援してます。ありがとう。よかった、平成で会えて。勝也勝也ありがとう。センプールう風、ん、うんうん、ふ福ちゃん、カードルとおしの男性です。お疲れ様。船用いしに行きたい来ない来ない。楽しいよ、船。たけょう お疲れ様。おっ、香川公園投げた。当たりますように。お疲れんこん、お休みみずに。明日も頑張りましょう。ブーちゃん、半熟卵店。公園あるあるおもろすぎるわ。いや、でもほんと、楽しいよ。いろいろ、何回もやってると。真っ白な気持ちでいくね。ぜひ。お金持ちくん今日も服田が可愛いけど困ってます。一生困っとけ。カズリン、洗場行もふたけまり。 しか出せんかったありがとう MC とかもやりました明日たアパルト全力でお祝いしますおっ豚牛丼食べたおおありがとうございます黒白福田いとかけてイカと解くその心はどちらも煽りが最もうまいと思いますおお面白いイカ食べたくなってきたラッキー 戦場素晴らしいコネトありがとうございます制服の重さと原点の希薄する表示のしびれたいやめっちゃいい曲よね両方香川公園当たりますようにハイパーおブスチューデンツ届きましたブルーレイイイーイパルトの生誕えそれなマヒちゃん大丈夫かなマヒちゃんめっちゃ心配ですありがとうアブ 21の公演大変楽しいございましたありがとうございますサンドの飯より福田の公演カズ明日公演入ります見つけてねありがとう福田押し感出すと言ってね私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってね鬼は外は福田は瀬戸内サンドの飯は選んで決まり香川県出身の福ちゃんこと福田あかりでしたお疲れん子お休みみみんゼミです